小田原競輪場。小田原競輪場は、神奈川県小田原市にある競輪場。施設所有及び主催者は、小田原市。競技実施は、ジャカ、東日本地区本部南関東支部。実況は、バリー工業で担当は、香川竹市。1949年、昭和24年8月15日に開設された。一周は333メートルで、 残り2周の赤板から選手が一気に動き始める高速バンクであり、以前は走路の傾斜感と角度が最も大きかったことから一時期海外遠征向けの練習地に使われたこともあり、自由民主党所属の参議院議員で元オリンピック選手、スピードスケート、自転車競技の橋本聖子が練習地にしていたこともある。周辺キロメートル圏内には 平塚競輪場、伊東温泉競輪場、川崎競輪場があり、競輪の一大競合地帯となっている。この多場に挟まれた位置関係や選手宿舎が競輪場から離れていることがあり、現存の競輪場では唯一 GI i 以上のグレードのレースを開催した経験がない。記念競輪は、北条総運配送奪戦として毎年8月に開催されるのが恒例になっており、 開催二日目のシード優秀競争は、小田原城にある城門の一つの赤金門から名を取り、同門賞の名称で行われる。なお、加月園競輪場の主催者であった、神奈川県競輪組合も小田原競輪場で主催していたことから、2011年より、川崎競輪場と一年交代で、加月園メモリアル、d を2013年まで開催した。 また、加月園競輪場で開催されていた伊藤茂杯は本場に移動して開催されている。先着入場者へのファンサービスや企業タイトルレースの募集なども積極的に行っている。場内には昭和中期を思わせるレトロな売店長屋が並んでいる。近隣に所在する小田原城天資閣への眺望が良く、場内にも多数の桜が咲いており、市民には 小田原市内で最も場所取りのしやすい桜の名所として知られ、春先の競輪開催日には花見客でも賑わう穴場的なスポットとなっている。また、入場口付近には見事な藤棚も飾られている。場内の児童公園には、タブ、車道網入り口にはえのき、公用車駐車場にはムクなどの大木が植樹されており、植栽が豊かなことでも知られる。 トータリゼータシステムは富士通フロンテックを採用している。2006年4月開催から事情によるインターネットライブ中継を行っており、現在もジャカが継続している。2007年4月にはマスコットガール、サンサンガールズを結成した。また2011年よりイメージキャラクターとして加藤茶を起用していた。ガールズリンについては、 女子選手用の控室がないことから2019年時点で開催実績はない。他にガールズ競輪の開催実績がないのは小松島競輪場のみ。2018年11月6日、小田原市役所で開かれた総務上任委員会にて小田原競輪場の損廃問題が議論された。小田原競輪の売上額については前世期に500億円以上あった一方、 2017年度は過去20年間で最低となる108億4、845万6、0円に止まり、約8、100万円もの赤字を計上したことで、複数の関係者が、見通しは厳しいと見解を述べた。実際に過去にも何度か損賠問題が議論されたが、特に17年度は特別な支出がないにもかかわらず、赤字となったのが決定打となり、来年、 2019年2月に結論を出すとした。ただ、2019年2月21日、小田原市は、総務常任委員会を開き、当面は、小田原経林を存続していく方針を固めた。同委員会では、これまで、未実施だったミッドナイト開催を多常に委託して、行う計画や、事情でのワールズ経林開催、民間への包括委託などについて話し合われたほか、老朽化している、 施設の耐震補強工事の予算の検討に入ることが確認された。小田原経輪の収支改善のため、2019年10月以降を、めどにミッドナイト経輪の開催に乗り出すことになった。ただ、小田原経輪場周辺は、都市計画上の規制が多く、建て替えやナイター設備の新設ができないことから、多常での借り上げによる開催となる。また、 現行の市の条例では、同競輪場でしか競輪が開催できないことから、小田原市は6月の市議会にて自転車競争実施条例の一部改正案を提出し、可決した後、関係団体各所に開催の打診を行う予定。なお、借り上げ先の競輪場は、神奈川県内で唯一ミッドナイト競輪を開催している川崎競輪場を念頭に置いている。その後、 2019年12月4日の開催から、川崎競輪場にて借り上げで、ミッドナイト競輪を初開催することが決定し、2012年9月2日からの開催より、手芸活式投票にあたるチャリロトが発売される。なお小田原は、平塚競輪場、川崎競輪場、松山競輪場とキャリーオーバーを共有する、グループ A としての発売とな、キャリーオーバーの対象外である。 ジャリロトさんは、小田原の開催では発売されない。先行選手が有利な短距離走路であり、みなし直線は、全国の競輪場で最も短い数値となっているが、実際の直線距離は確保されており、追込選手はやや不利な程度。しかし直線からカーブへのカントの盛り上がりが急なため、コーナーに差し掛かる外側からのめくりは決まりにくい。マスコットキャラクターは、 渡郎ろうくん。ファンからの公募により命名された。それにちなんで、渡郎ろうくんカップ争奪戦が開催されている。1999年、平成11年8月11日から開催された、開設50周年記念競輪を記念して、小田原競輪と小田原市を全国に PR できるようなマスコットキャラクターを募集し、応募作品総数533件の中から決定した。 マスコットキャラクター、ガタロウくんは以降、小田原競輪のマスコットキャラクターとして活躍している。2014年、平成26年10月17日から、リンカちゃん、ガタロウくんの彼女として、ファンからの公募により命名された。これからの小田原競輪のイベントなどでのはタロウくんとのコラボなどが期待されている。選手のサンサンヒルズ小田原は、経 本場開催日、前後2日間と年末年始を除くは、研修施設として市民に一般教養を行っており、宿泊することもできる。食堂はレストランピガールが運営している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。